ディズニー行きたいな。せーの、まこです。見てください、これめっちゃ可愛くない？ルン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 。そう、本日はね、私がめちゃめちゃ楽しみにしてたユニクロと JW アンダーソンのコラボの商品買ってきたので紹介していきたいと思います。私が買ってきたのが薄いデニムのブルーと、もうちょっと濃いタイプのブルーです。どっちも可愛い。どっちもかぶってみようか。どっちも可愛いね。この商品は男女兼用って書いてあったので、男性でも女性でもどちらも使えるらしいです。なんと帽子がもう一個あります。こちら春夏ですごい使えそう。なんかナチュラルで温かみがある。これもね、確か男女兼用だったかな。色違いがあと2色ぐらいあったはずです。いや、帽子しか買ってないんかーいって思ってる方いると思うんですけど、ちゃんと服も買ってます。ね、めっちゃ可愛いと思ったのがこの T シャツ。見てこれ、全部刺繍なの。クルーネックティー半袖の S サイズ、お値段が1990円。ちょっとこれ男の人着てたらめっちゃキュンってしちゃうかも。可愛いのもっといっぱいあるの、ちょっと待ってて。はい、次がこちらです。これも半袖なんですけど、胸元のところにお花のモチーフがある T シャツです。白とネイビーを買いました。ちなみにこれも S サイズで、お値段が1990円です。ここにお花がいますね。てかユニクロの T シャツ本当着心地がいい。サイズも S でちょうど良かったんじゃないかな。でもネイビー着ちゃうと光飛びがすごい。次白着ます。はい、白着ました。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。一見ここだけ見たらさ、なんか夏の田んぼのど真ん中を走り回る子供感じがするよね。次こちら、これはポロシャツです。すごいラインがめっちゃくる。色も4色ぐらいありました。あ、ちなみにこれもメンズだったんだけど、メンズサイズで一番小さい S を選びました。まあでも多分男女兼用だと思う。どうだろう、私こういう色あんま似合わないんだよね。え、可愛いかもしれない。なんかヴィンテージ感マシマシで割と好きかもしれん。これはね、絶対カップルでお揃いするべきです。最後の商品です。こちらレギュラーソックス、これメンズの25センチから27センチだったんですけどね、買っちゃいました。見えた？私の一番好きなお花はマーガレットです。